ジャウム・コレット・セラは、スペイン・バルセロナ県、サント・イスクレ・ダ・バリャルタ出身の映画監督、映画プロデューサー。アメリカ合衆国で活動している。2005年の、老人形の館、2009年の、エスター、2011年の、アンノーン、2014年の、フライト・ゲーム、2015年の、ラン・オール・ナイトなどで知られている。1974年に、バルセロナ県、 タントイスクレダ・バリャルタに生まれた。資金と英語力は限られたものだったが、18歳の時には映画監督を志して、アメリカ合衆国のロサンゼルスに転居。コロンビアカレッジ・ハリウッドに進学し、在学中から編集者として働き始めた。デビッド・フィンジャー、スパイク・ジョーンズ、マーク・ロマネクなどの影響を受け、卒業制作として短編映画を制作する代わりにミュージックビデオ、 制作した。大学卒業後にはいくつかのミュージックビデオを手掛け、2分半の短編映画 AOL はカンヌ国際映画祭で取り上げられた。この短編でコレットセラの株が上がり、その後、プレイステーション、バドワイザー、マスターカード、ミラーライト、ポンティアック、スミノフ、ルノー、ベライゾン、セブンアップなどのコマーシャルの制作に携わった。 2005年には、プロデューサーのジョエル・シルバーから、初長編映画を制作する機会を与えられ、1953年の、老人形の館をリメイクした、老人形の館を制作した。映画評論家からの評価は低調だったが、商業的には、成功を収めた。この作品には、エリシャ・カスバートや、チャド・マイケル・マーレーが出演している。2年後の2007年には、 サッカー選手のサクセスストーリーをテーマとするゴール2を監督した。3作目のサイコスリラー、エスターでは再びプロデューサーのシルバーとコンビを組み、ベラ・ファーミが、ピーター・サースガード、イザベル・ファーマンなどが出演した。この作品は胎児を亡くした後に9歳の女の子を養子に迎えた夫婦を中心とした物語である。この作品の制作は、ダークキャッスル・エンターテインメントのシルバーと、 スーザン・ダウニー、レオナルド・ディカプリオ、アピアンウェイ・プロダクションズのジェニファー・デビッドソン・キロランである。この作品は2009年7月24日にアメリカ合衆国で劇場を公開され、映画評論家からの評価は分かれたが、ファーマンの演技は高く評価された。2011年には、リーアム・ニーソン、ダイアン・クルーガーを主演に据え、イギリスのサイコスリラー、アンノーンを監督した。 この作品はフランス人小説家リディ・ヴァン・コーブラールが2003年に発表したアデモアを原作としている。2012年には ABC のホラードラマザリバー・ノロイの川の監督としてテレビ界にも進出した。1話はプエルトリコで撮影し、残りの7話はハワイで制作した。このドラマは外して好意的な批評を受け、 メタクレッティックは27人の批評家の意見から64、100点をつけている。2012年12月にはニューヨークのジョン・イフ・ケネディ国際空港でフライトゲームの撮影を開始。ニーソンとジュリアン・ムーアを主演に据え、2014年に劇場公開された。2011年には自身の制作会社としてオンブラ・フィルムズを設立した。スタジオカナルからの出資を受け、 新進気鋭のスペイン人映画制作者のキャリアアップを見据えた英語による低予算のホラー映画の制作を目指している。2015年11月、コレットセラはブレイクライブリーを主演に据えたスリラー映画、ロストバケーションの撮影をオーストラリアで開始した。監督制作、ありがとうございます。